ついに AC ミランガチャ引いていこうと思います。地獄へ突っ込むぞというね。えー、まずは全体的になんかこうピンとこねえレンジが揃ってんな、こら。まあ例のごとく1万5000引けば出るんで、えー、引こうと思いますねっていう。まあこの3人ね、誰が抜けてもダメだから。はい、はいスキップ、はいスキップ。 はい、スキップ。はい、名前も見ない。うん、もう演出だけ見て外れてたら、はい、スキップ。はい、スキップ。はい、スキップ。フィオレンティーノの選手とかわからない。セブンシスターズだった時代をね、えー、経て、今はもうあなたたちは、はい、スキップ。これは、え期、ー、遠知らねえ。なんか強そうな選手ではあるんだけどな。 エンドリックだっけエンキきよくわかんねえ。まあ、いいや。はい。演出来てない。はい。スキップ。17番。誰やおこれ、スー,パーサーブついてんのへぇ。はい。次。長い戦いになるのでね。早く、サクサクと。はい。スキップ。もうわかりました。10番。チャルハノール。はい。違いました。 はい、違いました。はい、はい、はい、スキップ、スキップ、スキップ。はい、スキップ、いくらになるかなどどうでもよい。もうね、この演出を見た瞬間スキップしていくでござる、みたいな。はい、もう疲れてきたよ、俺。ああ、仕事でね、あのー、何受験の成功がね、うちのあの、バカ親父に任せたら、前半戦勝率2割とかになってて、1割、うん、それぐらいか。で、 後半戦、国立がの残ってたからね、俺が立て直したら、まあ全員かってね、とりあえず6割、7割まで乗ったんだけど、もういい加減にしてほしいよね、ああいう、もう、おバカさんはっていう。おバカさんはってね、もう、生徒にも、うちのバカにも言える話であるってよ。本当に。ああ、こういう時ね、あ、愚痴でも喋るといいのかねっていう、うん。えー、マスコミのね、あの、テレビとか見ててもね、 あそうそうそう、俺ね、あの、昼のね、えー、昼なんですじゃない方の、広ロビと、あとね、大下洋子アイドルとかの見るんだけど、あれなんで見るかって言ったらね、バカの定点観測するために見るんだよね。うん。世の中には一体どういう種類のバカがいるんだろうとか思いながら。リセットのボタンがね、遠いとか言ってるねこれ。はいはいはい、スキップ。はい、スキップ。これ一体どこのチームわかんねえ。うんちち、あ差別されて泣いてたね。 フランス人のくせに。お前らアジア人めっちゃ差別するくせに。え、お前ら泣くんすかとか思うようね。<laughs> 超受けたあれは。いや、差別すること自体がいいとか悪いとかじゃないんだけどさ、差別しているやつが差別されたって泣くのってどうなのとかってうんちちしてたっけあ、グリーズマンとあれか。えーと、デンベレか。でも、まあ、なんかしてそうだな。うん。 あれ、誰だっけズマがやってたんだっけ猫をいじめてたのあ、ズマだ、あれ。ウエストハムかどっかだっけで、その後、えー、っと、追い出されたんじゃなくて、出場えー、なんか、自粛かなんかされたんだっけうん。ザニオロ、これ。ひょっとして、あ、違った。ディバラ。21番つけるんだ。へ長い戦いになるので、気を取り直して。この前みたいに喉がね、いかれないようにね。 喉が痛くなったらすぐお水を飲む体制を整えておこう。あ、そっか、じゃあちょっと、えー、水筒用意しとこう。水筒。今用意しました。俺の目の前には水筒が。あ、スキップしろよとね。まあ、でもうちのチャンネルって見てる人いるの。このゲーム系。俺なんでゲーム系やってるかってね、いつかゲーム系のチャンネルにしたいんだよねっていうことで、一ちの望みを。はい、スキップ。 セリアって相変わらず変な背番号をつけるね。えー、ファンバステン、ラインブレーカーで、合体があって、テクニックもある。俺多分ね、俺、いい感じに使いやすいと思うんだよね、ファンバステンは。うん。だからファンバステン使っていきたいなって思ってね、ライカールトとグーリットが入れば、まあ、芯が入るでしょ。だいたい強いチームの作り方って昔から言われてるのがね、中央に選手を集めろなんだよ。うん。 で、ライカールとグーリット、えー、フパンパスタン。いい感じじゃないですかってね。ちょ、ちょ、ちょ、いい感じとか言ってね。これ何の、あ,あ、あげば、あげやと落としか。はい、はい、はいってね。まあそんな感じで、はい、演説来てない飛バス。誰これポリターノじゃなくて、マリオ・ルイ、サイドバック。右か左かよくわかんない。正直。あ、でも今ナポリが多分優勝でしょ、今年。うん。 ナポリが優勝って、マラドーナ以来だから。えー、アルゼンチンが優勝して、ナポリが優勝してって、なんかマラドーナに取りつかれたような一年だね。うん。いやフェリペア・アンデアレソン。うーん、この人確かウエストハムかアストンビラかどっかにいたと思うんだけど、帰ってきたよね。なんか帰ってくるよね、こいつら。うん、ラツヨってよっぽど好きなんだろうね。ああかーん、J2 付き。 ジェルインスキってスーパーサーブついてたっけついてなかったっけどっちだっけはい。演出を見て飛ばす。飛ばしていくでござる。マルシッチ、スーパーサーブついてそう。何もなかった。今センターバックだっけうん。マジでセリアわかんねえな。昔のセリアってね、まあ知らない選手ほぼほぼいなかったってことはないんだけど、今ね、ミランでね、2番でしょ。ミランで2番っつったら、 えーっと、誰だっけってなって、あの本田圭佑と一緒に遊んでた人とか思って、アバーテだって。アバーテでも17番だった気がするんだけどな。違ったっけもうね、すっごい裏覚えで喋ってるっていう。ミランのね、サイドバック、右サイドバックって、あ、そうだ、守備的な選手でね、あんまり目立ってなかったんだよね。うん。昔から左アって、右サイドバックは守備的で、左サイドバックは攻撃的にっていうのがあって、 えっと、80年代のファッケッティか。うん。80年代、70年代。うん。それからベルゴミオそうだしね。まあ、昔からなんだよね、あれ。デケラーネかなんか。セルメ、ケルス、誰うん。ミランの選手、本当にわかんねえなあ。ああ、ユニフォームミランしてないから当たらないのかなとか言ってね。も、ま、う、あ、そういう次元じゃないから。 うんでも一応ミランにしとこうか。じゃあちょっと戻りまーす。ミランにしとこう。で、ミラン、しばらくミランにしよう。と言いますのも、我が輩、デンマークにしてました。いつもローマンしてるんだけどね。なんで、なんでデンマークにしてたんだろうと思ってね。なんか、あ、ダニッシュダイナマイトのフォーメーションが欲しくてやってたんだ。うん。ということで、これでミラン当たりやすくなるんじゃないんでしょうか。 うんバイクがうるさい。この辺ね、あのなんだろ自己紹介、自分はバカですって自己紹介しながらバイク乗ってるバがいるからうるせえんだよな、本当にに。もう,うるせえよ、本当に。さっきもね、動画撮りながら、俺のかっこいいチャリ、あ、いいんじゃないですか、ちょ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 、いい感じとか言って撮ってたら、バカがね、バイクでブルーン、ブーンとか言ってて、 ああ、こいつら、なんだろう、自殺願望機に乗っちゃってバカだなとかってね、バイクってほんとね、自殺するための乗り物だからね。よく乗るよね、あんなのっていう。イゴール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 なんとかって、なんだっけな。まあいいや、どうでもって。はい、ちょうちょうちょちょいい感じ。あ、当たった時のために、あ、でもね、プレステ5版は、あの、編集加えようとは思えないんで、めんどくさいから。 うん、プレステ5版でね、ベストゴール集作ろうと思ってんだけど、コスチッチかうん、サイドは合ってた。ポジションもほぼ合ってた。何が違ってたかうん、国籍と肌の、あ、来た誰誰誰誰,誰この色は、ファンバステンがグリットじゃねうん。グリットかなどっちだファンバステンが好きなんだ。あら、グリットだ。ライカールトだ。 あ、緑色なんだ。間違えてた俺。この人はね、多分ね、最重要人物の一人なんだよね、このゲームで。うん。それにしても、今のミランのユニフォームってさ、黒多すぎんいくらなんでも、ロッソネロって言ってもね、ちょっと黒多すぎ問題が発生してますよねっていう。はーい、しっかりロックしていきましょう。いいですね、ワンタッチパス。えー、他には、 ドリブル系スキルが軸裏ターンぐらいか。まあ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 。ちょ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 、いい感じ。はい。えー、あとは2体。誰が来るかなはい。と、緑色が来たら勝ち角。ウドジェ。知らねえ。あとどれぐらい残ってんの ?100。多分ね、普通の無課金、美課金系か。だったらもうライカールと引いたち点で終わってんだよね、普通は。 ただ俺はね、グリッドと、フリットだ、ファンバステンが使ってあの、フリットとね、グリッドって何が違ってね、あの、オランダ語か英語かの発音なんだね、これ。で、例えばレブロン・ジェームス、ルブロン・ジェームスとかいうやつがいて、これ誰消えた。あ、違った。で、うるさいんだよね、いちいち。もういいじゃん、どっちでもって。うん。じゃあお前、ミカエル・ジョーダンって言うのかミカエル・ジョルダンか。うん。言うのかとか言ってね。 そういう風に呼ぶ国あるよ、多分。あ、スピナッツオーラ。FP でスピナッツオーラ来て欲しいんだよね。身長が高くて左サイドでって。うーん。ただ今、ふと思ったんだけど、左サイド俺コスチッチがいるし、アクはニャもいるから、いらねえよ、こっち。うん。右サイドがね、いないんだよね。アレクサンダー・アーノルドにいつまでも頼ってる状態で。うん、右サイドいない問題。あー、でもこっち、あ、違う、スマホだ。 D んとかいるのああ困ったもんだ。アタランタ、デミラル、知らねえ。ということでね、ほんと、アーニャ、アーニャ、アーニャ知ってるとおいてね。何を知ってんだよ。ミラン90番、誰だおおこれがドケトラエル、ドケトラエル。背がでかくてね、うまいらしいね、この人。ドケトラエル。 うん、この人ひょっとしたらワールドクラスになるんじゃねって言われてるよね。まあ言われてるよねって見てるわけじゃねえし。うん。ダゾン切っちゃったからね。はいはいはい、サク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 ,サク行っていきましょう。ミランだからね。もう全員欲しいんだよ。で次、どうせ来週、ビエラでしょ。ビエラでしょ。ああ、やばいよね。 アーセナルでしょう。ピエラでしょう。あと誰うん。あと誰が来るんだろう。ベルカンプ、アンリは来ないか。ベルカンプ、えー、ジュベート・シルバー。あとあのー、えー、っと、日本に来た人。スウェーデン人。ルトーマス・ロシツキー。あと誰だ うん、まあ、ビエラ以来い、いらねえかな。ティエリアンリが来てくれたらな、嬉しいんだけど。うん。アーセナル、ロベル・ピエスか。ピエス左だからいらねえな。うん。となってくると、あの、トサカの鶏みたいなやつのが勝ちやんのか。なんだこの、モドリッチみたいな鏡型したやつは。しかもなんか、異様に泥臭そうな。うん。はい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 、カモン Come ン n b ンベイビーアメ i c a ここしか知らん。うん、俺カラオケ行かない人でね、これだけ美声なのになぜカラオケに行かないか。歌覚えてないんすよ。本当に歌詞覚えない人だからね。ああ、あと最近だと俺、レオルとか歌いそう。あ、来たどっちだ ?9 番 !9 番 でもまあ9番が来てもね、フリットが来るまで弾くんだけど、さてどっちだルートグリッドオッケーファンバステンまで弾くモチベーション湧きました。オッケーですルートグリッドいいですね。いいですね。動きが。一体どんなスキルなんでしょうかカモンルートグリッドこの人死んだっけまだっけ どっちだっけこの人監督としてなんかピンとこないんだよね。うん。シェルシーの監督一時やった気がするんだけど、この人ね、ボディコンとフィジコンがえげつないんだよ。ただドリブルスキルがないね、これといって。どう使えばいいんだこれ。ほんと。今一瞬ちょっとね、悩みました。で、この2 10回以内にマルコ・ファンバッセン来てくれたら、神。 神デロファルデロファルさすがにわかります、デロファル。うん。あんな地味なユニフォームで10番で、なんか見たような背中だったから、さすがにわかります !OK です今回もうね、重課金を覚悟してるしね、まあ、なんか気が楽だな。あと、喉が痛くない。パトリック・ビエラね。 あと、欲しい選手って、なんか、マラドーナのリンクフォワード、あれは欲しいんだけどさ、復刻来ないの。あの時引かなかったお前が悪いって言われてたんだけど、あの時、イリーフットボール盛り上がってなかったじゃん、ほんと。てん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 ててん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 ててんてんてて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 てんてんてて だって、e フットボールね、アプリこれ消さないのが奇跡とか思いながらやってたもん。うん。ログボだけしっかり取ったけど。いやー、ファンバステン欲しいなぁ。俺の理想のね、センターフォワードの一人なんだよ、この人。俺のね、理想のセンターフォワードはこの人か、ハーランと。うん。レワンドスキーでもいいんだけど、まあ、いいんだけど、ただからファンバステンね、怪我するんだよね。 そこがちょっとなんて。まあ、それ以外はね、完璧、ファンバーステンは。うん、テクもあるし、うまいし、体もあるし。あと、やっぱり読みがいいよね、読みが。うん、ハーランドもね、その辺ちょっとね、磨かれてくれば、えー、この人の領域に近づいてくるんじゃないんでしょうか。マルコフ・ファンバステン。うん、センターフォードの中でやっぱりね、バティス・トゥータ、ファンバステン。 えー、クレスポー。まあいろいろっても言うんだけどね。うん。ドログバとか。やっぱファンバステンとハーランドが1個抜けてると思う俺は。うん。歴代の中じゃん。ルメニゲルメニゲ知らない。ギャリルーン・ルナか知らない。今ちょっとわざと生って言い方したけど、あの時代ね、知らない。わかんねえ。さすがにわかんねえ。うん。あの時代ってマラドーナの時代でしょ。 うん、あとは、なんかリバプールが強かったんでしょうちょっちだけ。知らない、うん。俺の記憶はマラドーナから、えー、このミラ、うん。ファルカンはね、えー、っと、上でね、昔マスターリーグでなんか拾った記憶がある。そろそろ切るまだ、まだ、まだ。まあ、まあまあまあ。 まあ,まあまあまあ、まあのね、成長の栄養の肥やしがなくなってきてるんで、じっくり待ちましょう。待っていきましょう。うっしょ。まだですか、戦士。これまさか、どっかの会長の息子とかじゃないだろうな、戦士って。なんか、戦士って誰だっけあ、でもスペイン人じゃなかったな。よかったよかった。 デン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 デ,ンデン、あ、カンドレーバーだ。懐かしい。ラツオにいたよね。うん。ラツオに行って、なんかサイドバックみたいなことやらされてなかったっけまだ、まだ。お父さんのうんこも、お、と、トモリだ。お前、ミランのね、あれで、なぜ出てこなかった CS で。今、メガネ触っちゃったよ。メガネっ子ってバレてしまったよ。メガネ属性の萌えの人になんか、うん。 はいはい。マルコ・ファンバステンが欲しいでござる。マルコ・ファンバステンが欲しいでござる。マルコ・ファンバステンが欲しいでござる。まだですか ?D. ロレンツを。スマホ版では持ってます。今ちょっとどのとこが痛い。<laughs> <laughs> 誰メリノ。違った。それなんか、カテナッチオっていう漫画あって、あれ結構面白いね。俺は。 当たりだだと思うんだけど見るのかな皆さん。あれ面白いですよ。マジで。勝てなっつよ。サッカー漫画の中でもトップクラス面白いね、今、あれ。うん。まだ十何話しかやってないけど、本当に、あれ、トップクラス面白い。あの、なんだろう。えっ、ー、とね、あの人。俺たちのフィールドってあったでしょう。あの雰囲気をね、ある。なんか、うん。 俺たちの冬ーたドのあの、チークソーギギギギギギそれはあの、裸足の弦。うん。チークソーチーとか言ってね、あんな、あんな感じ。うん。なんかこう、精神力をね、もう使い果たすのが大前提みたいな、あの、熱さがあるよ、カテナッチは。んでいてね、どことなくね、知的でもあるんだよね、あの漫画。あれはね、俺面白いと思う。アオアシはね、それに比べたらちょっとね、ベタベタしすぎてて気持ち悪いんだよね、あれ。 青足はちょっと、うん。あの、鬼滅の刃のようなベタベタさ加減っていうか、だから、ちょっとこれ、向かないんじゃないですかって思うときあって、まあ、どうなんだろうね、青足うん。俺は好きなんだけどね、あの、ベタベタさ加減は、俺は全然受け入れられないんだけど、あれ、ジルーって左足だったんだ。へー。まあ、どうでもいいや。あの、ミラノのね、CS で、マジでジルーが来たとき、俺、えた。心ここの底からなえた。 もう今ね、えー、っとね、普通の演出が来て心の底から慣れた、うん。ところで演出、もうちょっとかっこいいやつにしてくれんかなあの。いきなり金になるとかね。あったでしょう。赤演出とか。うん、あっちの方がテンション上がるんだよね。おって感じになって。うわ来た来た来たってなってね。まあこれも色でわかるんだけど。 でん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 でそういえば、YouTube のさ、ああいう音楽って、たまに同じの使われてる時あるんだけど、あれなんかあんのかねソフトとか。あと、日本文民研究所ってとこさ、アイマスの音楽使うのやめてほしい。気持ち悪い。あれ、落チか、あの、松本まさるあれ絶対アイマスプレイヤーだったろ。マジで。俺わかるよ。あれ、アイマスのね、日常パートの音楽であって。 本当に気持ち悪いから、おっさんがあれ使うの。闇ちくりって思う。うん。本当に。なぜそれお前わかるんだって言われて、俺、千早や押しだったから。うん。マジで。うん。えー、アイマス、前世紀の頃のミンゴスって可愛かったからね。千早や押しだった。どっちも押してた、正直。うん。 熱いカミングアウトでね。まあ、ここまで見てくれた人のために何か情報こぼしていかないと俺の個人情報をね。何かしらいらない。あ、そっか。ガチャ動画って俺のいらない個人情報を流すっていうのでやってみようか。これから。うーん。じゃあ、女の趣味とかで、うん。女の趣味ね。え AV 女優で言うとね、上川美音一択なんだよね。俺、俺の中で。 だから例えばね鈴村えりとか野々浦のんとか最近の女優だとこの辺りが好きだっていうふうに思われてるんだけど間違ってはいないのよあの辺り好きなのよスレンダーで小柄でっていううんでなんかこうのめり込んだらこうガーっといきそうなタイプうんだけどあれってね俺にとってティア1じゃなくてティア2なんだよねうん俺にとってティアンは神々王なんだよね 知らららない人い人たたねあの検索したら一発で、出る、うん、であれを持ってね、多分ね、あの、俺が今ね、えー、っと、フォローしてるグラドルとか、えー、っと、インスタグラムの人、大体、巨乳が多いのよ。で、あれ見てみんな勘違いするんのよね、俺が巨乳が好きだって。あの、神々美見たらね、俺が巨乳好きという幻想が全部吹っ飛ぶから。うん、そもそも野々グラノンと、鈴村愛理って言ってる時点で、巨乳好きはありえないでしょ。 うん、だからこういういらない個人情報を垂れ流していくの面白いかもしんない、うん、あそっかじゃあガチャ動画の最初の方で途中からぐだり出したらいらない個人情報を喋り出すとか言って俺の好みとかね普段俺の好みとか喋らないでしょあれこれ面白いかなあこれ面白沼ったら沼るほど俺のいらない個人情報が垂れ流されていくって <laughs> 面白いな うん、じゃあ上川美音ってどこで知ったんですかって言ってねもう全然聞きたくない話でねこれサッカー好きな人伝え行ってねえー、っとなんかね枕カバーかなんか持ってるそのカバーを見てあれこれひょっとして可愛くねとか言ってねまあ俺あの新規開拓する人で結構あのー、なんだろう一つの女優ばっかりじゃなくてね好みの女優が出てくるかもしんないと思って AV10 の話だしたら、沼ってるね、完全に。これやめた方がいいのかな。まあいいや、どうでも。で、それで借りてみたら、あれってなって、これ俺のピンズタじゃねってなってそ、その他のやつもバーってネットで調べてね、調べ方は簡単な。あの、プレステージだったから、素人ウィキで調べたらいいのよ、あれ。もう、うん。で、そしたらね、プレステージ、その他、プレステージデビューでその他出てて、で、まあ一通り見てみたら、これ俺の好みじゃねってなってね、うん。 ただまあ、浜崎あゆみが好きだってブログで書いてたから、これ話合わねえなとか思いながらね、まあ見た目はピンズドみたいな。うん。で、なんだっけで、性格的には多分ね、合わないと思う。うん。で、ティア1、ティア2の話なんだけど、話がちょっとね、ずれてきたね。他にも何の話しようかな。ああ、そうそう。 漫画何が好きですかって話でね、鬼滅の刃はね、別に嫌いじゃないのよ。悪く言う時もあるんだけど、悪く言う時ってやっぱりね、ベタベタして気持ち悪いとかそういう文脈で言うんだけど、鬼滅の刃嫌いじゃないんだけど、ただね、あんまり万人にお勧めできるかって言われたらそうではない気がする。そこはね、認めてもらわないと困る鬼滅のファンは、本当うん。で、俺もね、あのー、なんだろう、 エモーションがね、マックスになるときはね、すごいと思う、あの作品は。俺もな、あの、よりいちさんのエピソードとか大好きなんだけど、じゃあ、鬼滅のどれが好きですかって言われて、やっぱりね、ああいうところで、で、じゃあ、あなた本当はどんな漫画好きなんですかって言われて、まあ、鬼滅はね、ティアワンに入らないかな。俺にとってティアワンはね、やっぱりね、お、来た ティアワンの話ななんんかしなくて済んだじゃあ次のスマホ版のえっとこれミラーンガチャえ漫画好きな漫画をテーマに語っていこうっていうか a v 女優の話って何だったんだ a v 女優の話だ沼るということがよく分かりましたということでねいやーファンバステンいいっすねいやーマルコ・ファンバステンいいっすね俺一番好きなんですよこのセンターフォワードの中じゃうん全盛期見たことないけどね 当たり前だよって、だって時代ずれてるもん。OK ーでーすロックしてから数値を見て、えー、まずロック、ロック、ロック。このコントロール多分90ぐらいまで上がるんでしょう。ドリブルはどうかなシザース、軸裏ターン。まあドリブル系はあまりないんだけど、ワンパとワンシューがあるからね、コントロール,ループと。でヘッダーもあるから、これ多分間違いなくボックス内のビーストだね。うん、最高です。 ということで、えー、終わりました。どこまで行ったのかな見てみよう。OK! 沼ってます。ということで失礼します。